学部長紹介。学部長紹介に先立ち、式壇向かって右側着席者をご紹介いたします。学校法人日本大学田中英壽理事長。続きまして、学校法人日本大学顧問理事幹事の方々であります、ご起立願います。ご着席願います。総長、短期大学部学長、副総長、学部長並びに大学院研究課長をご紹介いたします。総長、短期大学部学長、大学院法務研究課長、酒井武雄教授。専攻は獣医疾病予防学。副総長、経済学部長、大学院経済学研究課長、小薙晴信教授。専攻は社会保障論。副総長、松戸歯学部長、大学院松戸歯学研究課長、牧村正治教授。専攻は歯科臨床検査医学。副総長、工学部長、大学院工学研究課長、出村勝則教授。専攻は建築材料学。法学部長、大学院法学研究課長、大学院新聞学研究課長、大学院知的財産研究課長、杉本実教授。専攻は西洋政治史。文理学部長、大学院文学研究課長、大学院総合基礎科学研究課長、加藤直人教授。専攻は東洋史。商学部長、大学院商学研究課長、勝山進教授。専攻は財務会計論。芸術学部長、大学院芸術学研究課長、野田芳人教授。専攻は放送広告。国際関係学部長、大学院国際関係研究課長、佐藤三郎教授。専攻は比較文化。理工学部長、大学院理工学研究課長、滝戸俊夫教授。専攻は有機合成化学。生産工学部長、大学院生産工学研究課長、松井勇教授。専攻は建築材料学。医学部長、大学院医学研究課長、片山陽一教授。専攻は脳神経外科学。歯学部長、大学院歯学研究課長、大塚吉兵衛教授。専攻は生化学。生物資源科学部長、大学院生物資源科学研究課長、大学院獣医学研究課長、徳山達明教授。専攻は基礎微生物学。薬学部長、大学院薬学研究課長、草間忠教授。専攻は機能形態学。
通信教育部長高綱博文教授、専攻は東洋史。大学院総合科学研究科長中村次郎教授、専攻は労働経済学。大学院グローバルビジネス研究科長井出次郎教授、専攻は中小企業経営。大学院総合社会情報研究科長佐々木武教授、専攻は哲学。以上をもちまして学部長紹介を終わります。校歌斉唱、皆様ご起立願います。ご着席願います。これをもちまして平成22年度入学の式典を終了いたします。式壇着席者の先生方はご退場願います。新入生並びにご父母の皆様は席をお立ちにならずにそのままお待ちください。新入生の皆様、おめでとうございます。皆様の実り多き学生生活を記念いたしまして、平成22年度
日本大学入学式第3部生中継を終了させていただきます。